はよう、こっちゃん。今日はあっちゃんがデイキャンプなのでお弁当を作ります。おはよう。あっちゃんが冷たいお弁当っていうのが苦手なんですよね。なので温度が関係ないサンドイッチを作ってます。毎回あっちゃんのお弁当はすごいシンプルです。でも今日あっちゃんお弁当？そうそう、さっきママ朝から作りました。何の？サンドイッチだけね、朝ごはんに余った梨が出ております。梨いいな。梨何個入れた？梨は2個で、あっちゃん学校で2個食べるってことだよね。あ、じゃあ今日のおやつにすっちゃんは梨を大量に買ってあげようか。ひじついとるばい。今子供たちが学校に来ました。送り出した後は少し休憩します。パパはもうテレワークに入ってます。ユニクロのこのニットのセーター、うっかり洗濯乾燥かけちゃって縮んじゃったんですよね。でもあったかいんでもう家用にします。ちょっとね、丈が短いんですけど気にしないでください。こち毛がすごい。ちょっと話してくれ。この押し入れのクローゼットをこの間整理したばっかりなのにもう入んないんですよ。ちょっとモデルって服が増えすぎますね。編集します。だいたい編集は1日4時間から5時間ぐらいやってます。買い物に行くんでその前に掃除機をかけときます。買い物行ってきます。ただいま、こっちゃん。お、床綺麗になってる。
牛乳買い忘れた。お昼は作る時もあるんですけど、まあ買ってくることの方が多いです。あ、仕事終わった、昼休みもう今日豪華飯やね。ちょっとバラさんでいただきます。なんかチーズ入ってる。今日もあれ、ロボット掃除機だから。あ、そうそう、でも綺麗だった。うん、めっちゃ楽い。ラグのさ、うん、昨日ついてなさがすごい。そう、ずっと酒がついてたじゃない。なんかさ、普通の掃除機だとうまく吸い取れなくて毎日コロコロかけてたんだけど、うん、なんかね、吸い取ってくれるね。こっちゃん、爪切りのお時間ですよ。ごめん。ちょっと待って、今しゃくれた。おお、めっちゃ綺麗。これサンキャッチャーってなって。へえ、確かに光を集めそう。めっちゃ光集める。何それ？なんかね、キラキラ光るよ。え、今日のデイキャンプで作ったらしい。そうなんだね。これ、これ、ここら辺が綺麗じゃん。うん、あ、やめて。だからこれを目立たせるんじゃなくて、うん、これをこっちでここら辺を目立たせたいなって思って、うん、これをちっちゃくしようと考えたわけよ、うんうん、でも切ったりできないから、うん、ぐるぐる巻きにしようかなと思って、うん、ぐるぐるってやってちっちゃくにするよね、うん、でぐるぐる巻きにすることによって、うん、なんかおしゃれ感が上がるし、うん、いいかなと思って。いいよ、せーの、キャーン。おー、綺麗、光ってる。え、それ何、それ何、がすごい。でももしかして、もしかしてこっちゃんこういうの、こういう綺麗なものが好きなのかな。なんかね、光に興味津々だね。え、これ何、キラーン。そっちもやってみたい。いいよ、これこっちゃん。わー、綺麗、キラキラ。これ色にもこだわりがあって、下の青いやつは、うん、海みたいな感じで、上の緑のやつは、うん、木みたいなイメージだね。なるほどね。すっちゃんの手が上の透明なマスロみたいな感じ。見て、すっちゃんの手綺麗。すごい、こっちゃんも興味津々やね。こっちゃんが今レインボーになってた。ほんとだね。皆さんこんにちは、パパです。ママです。でもともとうちはロボット掃除機を持ってたんですよね。導入する前提でこのお家も建設してるんですよ。なんですけど、まっちゃんがね、小さかったのでめちゃくちゃ床におもちゃが散乱して、もうそれからずっと使ってなかったんですよね。まあね、当時のロボット掃除機はね、とにかく体当たりをして障害物があるかっていうのを見つけるような感じだったんだよね、うん、ただ最近はもう進化してて、まあすごくちっちゃいものはやっぱり上に上げないといけないと思うんですけども、ある程度の大きさのおもちゃとかだったら、うん、障害物っていうのをぶつかる前に認識してくれるんでですね、まあ、それでまたね、使い始めるようになりました。今回紹介する Q11 はですね、1台で掃除機がけから水拭き、自動充電、自動ゴミ収集、全部ついてるんですよ。ロボット掃除機のもう最高クラスなのに、お値段が7万円台っていうね。安いんかね。有名どころで、掃除機と拭き掃除のやつを合わせると15万とか。ただやっぱりね、安い製品もいろいろ出てるけども、値段なりというかね、まあ、全部入りで高機能でそこそこのお値段、うん、っていうので、まあ、ちょうどいい価格帯じゃないかなと思ってます。ロボット掃除機の案件自体は今までにも結構たくさんお話はいただいてたんですけど、自分たちが心からいいと思った商品
だけを紹介しようっていうのを決めてるのでお断りしてたんですけど、まあ、今回ねパパがねこれならっていうことで、まあ、ママにね、なんでじゃあこのロボット掃除機受けたのかっていう、うん、セールストークしていい長くなるんじゃないかいな編集でテンポよくやってもらえばこのロボット掃除機何がいいかって最初に言ったことと被るんだけど、うん、本当にね便利。そして吸引力を変えれるんですよ。静かなモードでやったり、もうハイパーモードでやったり。でこのロボット掃除機は最高クラスの吸引能力があるんで、カーペットについたこっちゃんの毛とか、うん、そういうのも吸い取ってくれます。アプリと連動するんですけども、それがとにかく便利で、まず驚いたのがマッピング機能。あの部屋の隅々まで綺麗にマッピングしてくれるんですよ。自分が歩いてないところ もうあっという間にどんどん部屋中がマッピングされていくんですね。気持ちがいいですこれ。あと掃除禁止エリア、10年前持ってたのはあったよね。あったね。置いたらその間が多分赤外線かなんか出てて、それで侵入しないみたいなのがあるんですけど、うん、今はもうマップ上に手でちょ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 ってやると、ここは水拭きしないとか侵入しちゃダメみたいなのが簡単に設定できます。そしてどういう風にロボットが移動していったかっていうのが分かるんですね。ちゃんと隅々まで綺麗に掃除してるっていうのが分かるんですよ。ずっと私がやるよりしっかりやってる。あの正直人間がやるよりロボット掃除機の方が綺麗です。10年前からもう、うん、綺麗だと思ってたけど、うん、それは10年前からそうだったね。その状況とかは見れるんですよね、スマホで。外から起動して掃除かけたり、あ、掃除が終わったとか、今どこを動いてるとかも全部わかります。どこ掃除したいかっていうのも、まあ、全部掃除っていうボタンもあれば、じゃあ今日はリビングとキッチンポンポンって押して掃除ってやるとそこだけ掃除してくれるんですね。まあ、その他にもスポット掃除って言って、ちょっと汚しましたと。そしたら、ここ汚れたところをこう掃除ってやると、もうそこ掃除してくれます。さらに言うとね、まだリモコン機能があって、うん、リモコンで自分で動かして、ここ自分で動かしながら掃除することもできる。うん、まあんましないかもしれないけど、面白いよ。いや、私はもう普通にポチって押して、うん、あともうさようならって。うん、掃除が楽しくなって。パパはね、はい、ママはとにかく時短したいっていう。あとはですね、ちょっとここまで、まあ、あのいいところを説明したんですけども、注意しないといけない点みたいなところもあります。水拭き禁止エリアの考え方がですね、ちょっと難しい。モップ自体を本体から外せるんですね。で外すかつけるか、それで判断するみたいなので、そこちょっと気づきにくいんで要注意ですね。まあ、水拭きも床にしっかりこびりついて、その汚れとかまでは取れないです。さーっとは軽く水拭きをするっていう感じですね。でもそれだけですごく床がサラサラになるんで、裸足で歩いてる人はとても気持ちいいと思います。あの掃除が終わってゴミを自動収集するときですね、すごい爆音になるんですよ。その時だけガーッと。ゴミ収集を開始します。静音モードにしててもそこは音が大きくなりますと。一応対策としてはですね、設定で自動収集をオフにできるんですよね。基本自動収集オフにしておいて、まあ日中とかにあのゴミ収集ボタンを押せば本体に溜まったゴミを吸収してくれます。まああとは本体がすごく喋ってくれるんですけれども、初期状態だとその声がめちゃくちゃ大きいんですよ。ちょっとわかりにくいんですけど、アプリのところに音量調整があります。最初かなりでかいんで音をちっちゃくしてあげるといいかなと。あと本体がこう青く光るんですけど、これも結構夜見ると眩しいんですよね。うちはもう常時オフにしてます。あと注意点でもう一つあるのが、カーペットを一応乗り越えるんですけども、軽かったりとかスベル止めがしっかりしない場合はですね、まくり上げたりとか押したりするんですよ。まあ、スベル止めとかはしっかりあのしてあげると変にならないと思います。あとは、まあ、あのカーペットに乗るとね、吸引モードが上がったりとかしてしっかり取ってくれたりとかも非常に便利ですね。まあ、そんなところでですね、ロボット掃除機を新たに導入したいっていう人はですね、おすすめします。1台であの全て賄えるんで。あと個人的にはあの掃除機能だけじゃなくて、こうマッピングが面白くてさ、パパは結構家電マニアなんでいろいろと機能面熱く語ってるんですけど、まあ、ママ的にはただ押して綺麗にしてくれる、それだけでもう非常に助かってますので、うん、もうそこがポイントです。ボタン2つしかないもん、掃除開始と充電ボタン。うん、分かりやすい。まあ、詳しい使い方は実は公式の YouTube 動画があるんですよ。でそれを見たら結構分かるんでですね、概要欄にリンク貼ってますので。じゃあそれではまた、バイバイ。バイバイ。